皆さん、こんにちは。大阪工業大学です。この動画では、大阪工業大学の入試のうち、2024年度に新設した女子特別推薦入試についてご説明します。この入試は、理系分野で活躍したい女子生徒を対象とした入試です。入試ガイドをお持ちの方は、33、34ページを見ながら、この動画をご視聴いただくと、 より分かりやすくなります。まず、女子特別推薦入試のスケジュールですが、出願期間は11月1日から11月8日で、選考日は11月17日です。合格発表日は12月2日で、年内に合格を勝ち取ることができます。閉願制の入試ですので、合格してから 入学するかしないかを選択することができ、他の入試や他大学の入試を受験することもできます。この入試で募集する学部、学科はスライドの通りです。ロボティクスデザイン工学部の空間デザイン学科、情報科学部の情報システム学科と情報メディア学科は募集しませんのでご注意ください。 この入試の特徴はこちらの4点です。1つ目は、高校3年の女子生徒を対象とし、出願資格に学習成績の状況、つまり、標定平均値や履修指定科目の条件がある点です。詳しくは後ほどご説明します。2つ目は、テストと面接、書類審査で選考を行いますので、学力だけでなく、 志願者の入学意欲などを総合的に評価する点です。テストについては、公募制推薦入試や一般入試に比べると、出題範囲が狭く、対策がしやすいことがこの入試の特徴です。三つ目は、英語や情報処理技術者などの資格を利用できる点です。後ほど詳しくご説明します。四つ目は、平眼性の入試なので、 11月23日に実施する公募生推薦入試とも併願でき、合格の可能性を高められる点です。これらの特徴から、この入試は、テストだけでなく、面接や書類審査などで総合的な学力を見てほしいという女子生徒におすすめの入試です。また、英語などの外部資格を持っている方は、 加点制度で合格の可能性が高まります。それでは入試の詳細を確認していきましょう。入試ガイドをお持ちの方は33、34ページを合わせてご覧ください。まずは出願資格についてです。この入試では工学部、建築学科とそれ以外の学科で出願資格が異なります。 建築学科以外の出願資格はこちらの3点です。1、普通科高校の3年生であること。普通科高校でない場合も、総合学科などで専門教育に関する科目の取得単位数が10単位未満であれば対象になります。2、志望学科が定める学習成績の状況の基準をクリアしていること。3、志望学科が定める指定科目を履修していること。 ただし、工学部、電子情報システム工学科については、スライドの青枠内に記載している方についても、出願することができます。続いて、学習成績の状況の基準と、指定科目についてご説明します。出願に必要な標定平均値は3.0以上です。生命工学科を除く工学部と、ロボティクスデザイン工学部は、数学、 理科、外国語の三教科平均値、または全体の標定平均値とします。工学部生命工学科と情報科学部は、数学、理科、外国語の三教科平均値、または数学、外国語、国語の三教科平均値、または全体の標定平均値とします。知的財産学部は、数学、 理科、外国語の3教科平均値、または数学、外国語、国語の3教科平均値、または国語、外国語、地理、歴史、公民の4教科平均値、または全体の標定平均値とします。続いて、履修指定科目についてです。工学部、ロボティクスデザイン工学部、 情報科学部の各学科では、スライドにある科目を履修していることが、出願の条件になります。続いて、工学部、建築学科の出願資格と学習成績の状況の基準です。1、普通科、工業科、総合学科などの高校の3年生の女子であること。2、在籍高校で所属した課外活動や、 学外での活動で都道府県代表などとなり、さらに上位協議会などに出場したもの。あるいはそれと同等の成果を保持するもの。成果を果たした取り組みは個人や団体のいずれでも認めます。成果については例を参考にしてください。3. 数学、理科、外国語の3教科平均値。 または全体の標定平均値が3.0以上あること。4. 物理基礎を履修していること。以上が工学部建築学科の出願資格です。ここまでの出願資格を満たしている方は、次のスライドに進んでください。では、ここから選考方法をご説明します。工学部ロボティクスデザイン工学部、情報科学部は、 数学、英語、書類審査、面接で選考を行います。数学は志望する学科によって出題範囲が異なりますので注意してください。配点は高得点重視方式とします。建築学科以外の学科は、数学と英語のうち高得点強化の得点を2倍し、満点を300点とします。建築学科については、 数学と書類審査のうち高得点の項目を2倍し満点を300点としますまた書類審査については出願書類の学科が指定する課題を得点化します学科が指定する課題の内容については学生募集要項や入試情報サイトで確認してください続いて知的財産学部は数学または小論文 英語、書類審査、面接で選考を行います。数学または小論文は、選考当日に選択し、回答してください。配点は、高得点重視方式とし、数学または小論文と英語のうち、高得点強化の得点を2倍し、満点を300点とします。選考方法のポイントです。1、テストは、 素養を問う簡単なテストとして各科目60分で実施します。入試情報サイトに過去の入試問題を掲載していますので、出題形式や難易度は過去の入試問題を参考にしてください。2、書類審査は出願書類の学科が指定する課題を特典化します。学科が指定する課題については学生募集要項や 入試情報サイトで内容を掲載していますので、早めにチェックしてください。3. 面接で不可となった場合は、テストの得点にかかわらず不合格となりますので、面接の準備や練習もしっかり行ってください。4. 受験者が多い場合は、グループ面接になる場合があります。続いて、外部資格検定試験の加点制度について説明します。 今年度の入試より、すべての学部において、英語の外部資格保持者の方に15点の加点を行います。さらに、情報処理技術や知的財産の分野の資格でも15点の加点を行います。ただし、総点は300点を上限とします。いずれの資格も、2022年4月以降に合格、または取得した資格を対象とします。 該当する方は、出願時に成績証明書のコピーを提出してください。なお、同種の資格、スコアを複数保持している場合は、いずれか一つを採用します。続いて、女子特別推薦入試を受験する方に、ぜひチェックしていただきたい、独体性制,制度について説明します。入試ガイドは9ページに掲載しています。本学では、 入試成績が特に優秀な学生に対し、特待生制度を設けています。特待生の種類は2つあります。1つ目は、特待小学生です。対象となる入試は、一般入試、前期 A 日程、前期 B 日程です。対象入試の全合格者のうち、入試成績の最上位者に対して、4年間、授業料を全額免除します。 昨年度は16名が認定されましたが、今年度は1.5倍に拡充します。二つ目は、入試選抜小学生です。対象となる入試は、一般入試、前期 A 日程、B 日程、C 日程です。対象入試の全合格者のうち、入試成績の上位者に対して、入学初年度の1年間、 授業料を半額免除します。女子高校特別推薦入試で合格し、入学手続きを完了した方も、特待生チャレンジ制度を使って、これらの特待生を目指すことができます。特待生チャレンジ制度について説明します。入試ガイドは10ページに掲載しています。対象者は女子特別推薦入試に合格し、 入学手続きを完了した方です。一般入試前期 A 日程、B 日程を全額無料で受験し、特待生にチャレンジすることができます。A 日程と B 日程で3日間受験すれば、最大8万円の入学検定料が無料になります。ただし、条件にある通り、合格し、入学手続きが完了している学科のみに出願が可能で、 平眼制度を利用することはできません。一般入試の結果に関かかわらず、完了した入学手続きは無効にはなりませんので、ぜひ積極的にこの制度を活用して特待生を目指してください。続いて受験ポータルサイトウカロについてご案内します。本学は出願から入学手続きまで全てウカロを使用します。 受験票や合格通知書、入学手続金の振込用紙は送付せず、すべて受かる上に掲載します。出願や入学手続の手順は、Web 操作の手引きに掲載しています。この手引きは、本学の入試情報サイトからダウンロードできますので、出願前に必ず確認してください。最後に、入試情報サイトの女子特別ページについてご案内します。 本学で学ぶ女子学生の成長ストーリーを特集しています。本学を志望したきっかけや日常生活、将来の目標など、きっと皆さんの参考になるようなストーリーが盛りだくさんです。理系分野で活躍したい女子生徒の皆さんは、ぜひご覧ください。以上、大阪工業大学の女子特別推薦入試についてご説明しました。 ご視聴ありがとうございました。入試情報サイトもぜひご覧ください。ご不明点やご相談があれば、大阪工業大学入試部までお気軽にお問い合わせください。オーバーザリミット。大阪工業大学。